カウンターに誰もいないな。雰囲気も怪しい。おーい、誰かいるか。いらっしゃい。今どこからか声がしなかったか。カウンターの方からだったな。先に行ってみてくれないか。身長が低かったんだな。おい、オイラは飛べるから身長は関係ないぞ。ところで彼女少し変わってないか。おでこに札があるし。まさかキョンシー。ふぼくろへようこそ、ナナだ。ナナは一度死んだ。仙人に助けられた。だからキョンシー。モンドだとこんなのありえないよな。それでお嬢さん、ここに衛星光はあるか。処方箋は、処方箋は持ってきた。衛生校なら処方箋はいらないと思うが、病とは関係ないからな。処方箋があれば薬用意できる。これはナナが自分に下した直令。キョンシーを動かすには直令が必要だ。しかしなぜかこのお嬢さんは自分で自分に直令を下しているみたいだな。処方箋はないが衛生光を用意してほしい。いいよ。あれ、急に協力的になったな。でもナナを手伝ってほしい。その方が公平。店員が客を手伝うのは不公平なことだったのか。構わん、こういう対等な関係も悪くない。リーゆえにおいて取引の真髄とは相手の立場に立って考えることだ。じゃあ天光山に行って、奇襲機を使ってココナッツ羊を飼ってほしい。いや、彼女が言ったものに俺は聞き覚えがある。奇襲機は昔仙人が天光山の上に建てた土法で、機関術の産物の一つだ。場所は天光古城園の間にある。自動的に巨大な魔物を迎撃するため外からの脅威を防げるんだ。勝利は本当にリーユエのことに詳しいな。そうでもない。例えばそのココナッツ羊なるものは聞いたことがない。ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。えっ、それだけ？うん、ココナッツ羊は伝説の反戦の獣。見た目はわからない。どこにいるかわからない。なんでいるかわからない。まあいい、まずは奇襲機の周りを探そう。もしかしたらそこに手がかりがあるかもしれない。ココナッツ羊、どんな生き物なんだろう。